の靴ずっとね、ずっと来て、ジャケットですよ、バンド。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。番長、今日は私たちどこにいるんですか？はい、久しぶりに来ました、ブッシュウィックの。はい、ここはエルトレイン。はい、ね、あの激安、以前ね、激安ヴィンテージのコーナーで紹介させていただいたエルトレインとアーバンジャングルにも、はい、今日ちょっと行ってみようかなっていう企画ですよね。はい、そうです、久しぶりですよ。はい、はい、じゃあ掘り出し物がありますように。これは襟のところ。これはね、N2B っていうタイプなんですけど、はい、結構ミスね。これもフライトジャケット。いいの？うん。じゃないかな。2B と 3B。なんか2の方がショートってことかな？250円です。ええー。重いのすごい。詰まってんの辛いくらい。はい。わかりました。OG107、うん、ちゃんとさ、すごいあのハイトとかチェストとかすごい細かにメジャーメントがあるのね。なんかカスタムメイドするんですかね。そうなのかね。実際に働く人でもずっとね、ずっと着てないといけないから、やっぱりカスタムメイドの方がいいよね。うん、動きやすいっていう。ちっちゃめ。どうですか、バンド。あ、なんかこの間よりは、でも肩がちょっと大きいかな。ちょっと後ろもお願いします。あ、でもね、いいよ。うん、すごいいい。なんかそうやってほら、セーターの上に、ちょっとね、スリーブが太いかな。うん。でも肩の感じとか、すごい、素敵。ちょっと待ってくださいね。はい。Thank you.
れはちょっと珍しいあのハーフジップじゃない、ハーフスナップっていうのかな、うんうんうん、ポケットついて、ね、色もちょっとあのバッファローチェックだけど緑が鮮やかで、これちょっと着てみましょうか。ここ着てみる、着てみるか。もう私上着は着て、上着はもう買いたくないんです。でもサイズっていうかそのあのボディっていうか可愛いよね。あんまな下げっていうか見たことないよね、うん、これ可愛い。なんかそのあなんていうんだっけ、果て入りっていうの、なんていうんだっけ、そのスタンドカラー、違うの、スタンドカラー、まあ、ちょっと専門用語がなんていうんだっけ、なんていうのわからないですけど、怖いな。なんか可愛い。ちょっとモリスコビタみたいな。はい、番長、結構なんか久しぶりに来たらやっぱりお値段が高くなってます。ちょっと高くなってますね、はい、でもいいものはありましたね。そうだね、うん、あの後ほど買ったものを紹介しますけど、はい、ちょっとその隣の、はい、アーバンジャングル、はい、はい、こちらさらにお安くなってるといいと思うんですけど、15ドルなんですけど、どちらとも。なぜですか？なぜでしょう。あのデッドストックっぽいの、有名な USA のロンドンポブ、うん、あのライニングもちゃんとついてて、中もね、しかもあったかそうなライニングが、あのコットンなんですけど、うん、こちらもちゃんとライニングついてて、はい、メイドイン USA、はい、サイズさえね、うん、合えば欲しいぐらいの、ちょっとショになっちゃってるけど、うん、まあ素敵素敵、うん、すごい大きいんですよ。すごい多かったんですか、うん、残念。でも15ドルだから、うん、なんかワンシーズンだよ、うん、ねえ、うん、この肩が大きかった。そうなのよ。でもさ、オーバーサイズ流行ってるからさ、どうなの、これ持ってたらさっきの僕の肩が別に平気なんだけど、長さとかさ、いやこれはお買い得だけど、うん、でも、相当大きいよね。25ドルなんですけど、はい、さっき来たのちょっとタグが取れちゃったんで、うん、何が、なんていうオールドネイビーかもしれませんね。それでしょ。何の型番かちょっとわかんない、うん、あ、でも形いい、うん、はい、いい、いい、なんかもうなんかすごいファッションブランドで売ってそうなジャケットですよ、番長。裏も見てください、うん、うん、全然それ一貫を選択すればシワ取れるし、ちょっと見てみてください。そうね、バラしてね、うん、あ、それじゃなくてその、その下です。自分で買ってバラして作り直そうとも思ったんですけど、はい、うん、でかすぎ、うん、でかすぎます、でかすぎ。でもいいでしょ、うん、色はこれ良かった、うん、いや色はオリーブがいいんだけど、番長久しぶりのアーバンジャングル、はい、どうでしたか？あの若者の接客乱入で混んでましたね、うん、今日すごい活気づいてましたね。金曜日なんですけど、うん、私こちら、はい、小野田行きたいっていう願いを込めて、はい、小野田 T シャツ、ツアー T シャツ、それ何年のツアー T シャツなんでしょうね。分かんないのよ。15ドル、15ドル、やっぱりマドンナ、今なんか横目で見られたのは、うん、
ってるぜなのか、うん、羨ましいなのかどっちでしょう。羨ましいですよ。今日は、はい、あの戦利品、いやでもあの、うん、オリーブの、はい、このアーバンジャングルにですね、はい、オリーブの、はい、軍パンを買いに来たんですよ、はい、そしたら見事になぜか軍パンなくなってたんですよ。全然なくて、ね、なかったね、うん、あそこのおしゃれな人たちが、あのねバーバリーチェックっぽいぽいにわかバーバリーのカシミヤのストール、はい、カシミヤなんですか。カシミヤですよ、このタッチ。ちょっとそこ穴開いちゃってますけど、ね、あ、直します、はい、で10ドルです。もうね10ドルだから文句は言いません。はい、はい、あ、ちょっとすごいかすれちゃった、